人間の死は生まれた時から決まっていると思っている奴もいるが、それは違う。クレイク・クワンが決めるんだ。クレイク・クワンが今日死ねと言えば、そいつは死ね。明日だと言えば明日死ね。間違いなくそうなる。何しろクレイク・クワンは、受けて動いているんだ。